研究内容はがん治療用の次世材料の研究を行っています。もともと姉2人が医療従事者で医療に関心があったのでこの研究を選択しました。今がんの治療用の材料の研究をしているのでそれが特に低侵襲でより体に負担をかけないものの研究であったり開発がしたいなと思ってます。自分の研究はホームサービスロボットを使ったものの探索というタスクを行っています。内容としては、今は棚にあるアイテムから、物体を探索するということで見えないものを探すために物をどかしたりして、探すっていうことをやっています。私が行っている主な研究内容は高齢者や障害者の方たちが簡単に生産を行うような、生産システムの開発を行っています。私がつけた名前ではスマートワークセルというふうに呼んでいるんですがワークセルという既存の生産システムに AI やロボットを導入して、新たな価値をつけていく。そしてそのことによって高齢者や障害者の支援を行うようなシステム研究を行っております。さまざまなバックグラウンドを持っている方がいらっしゃるので研究過程で自身の持っていない視点からアドバイスをいただけるのがいいところだと思います。響きの武蔵アットホームっていうのに自分は参加してて、いろんな研究分野の人たちがこういうところに集まって一つロボットにそれを乗っけて、大会に出場するっていうのをいろいろやっていてみんなでいろいろ頑張って大会に優勝できたりできるっていうのが、特徴なのかなっていうふうに思います。休校大の一番いいと私が思っているところは横のつながりが強いところだと思っています。例えば研究室同士のつながりが一つ挙げられますがそれ以外に例えば休校大の若松キャンパスですと周りにいろいろな企業また小学校等もありますのでそのような企業や住民の方々とのコラボレーションを通じてさまざまな研究活動を加速することができる場所になっています。それは学研都市ならではの特徴ではないかなというふうに思っています。